木下ゆきなとね、TK を木下とね、トリオでも組んでね、M1 でも挑戦したらいいんじゃないですかね。うん、木下で、森下とかね、あ、そんなコンビ名でね、トリオで活動したらいいと思いますけどね。もうやめた方がいいと思いますけどね、マジでね。あなた、運がいいんだって。続いて田中ゴンザレスさん、またまたありがとうございます、はい、さっきちらっと某ブリーダーの信者が見えたような、あいつのどこを信じればあんな熱心になれるんだろう。あ、そうなんです、来てるんですかね、ここまで。スパイかな、怖いな。怖いですね、それは。いや、でも信者ってね、本当に言いますからね、どんな不祥事を起こそうと。それこそ木下ゆきなさんとかね、はい、あんだけ不祥事を起こしてるじゃないですか。でインスタ一回やめたのかな、だから500万ぐらいフォロワーがおったらしいんですけど、うん、でまた初めてまた50万人すぐインスタついたって言ってるね、フォロワーが。じゃあもう50万人の信者というか、そう見たい人がいるんですか、うん、あのね、本当に痛い信者とかはタピオカ屋と揉めててもタピオカ屋の方が悪いと思ってるはずですよ、信者は、うん、信者誰と揉めてもその人が神格化されてるんで、その人の相手が悪いんですよ。すごいですね、はい、考え方が。考え方すごい。これを僕ちょっと女子高生コンクリ事件の仕入れた話としてしてるんで、また動画楽しみにしておいてください。僕が仕入れた話それに近いです。被害者側が悪いと思うんですよ、信者とかは。本当にね、ちょっとどうかしてるなと思いますよ、そういう信者っていうのはね。両方とも意見があったあれですけど、あんなもん完全にね、タピオカ屋を恫喝してるんですから、 100% 木下さんが悪いわけですよ。そうですね、もう文章できます。でも信者とかは揉めるなと、私らのユッキーナ様と揉めるなということは全部聞きぐらいのノリだと思いますよ。怖いですね、うん、ダブル木下のおかげで YouTube の動画の低評価の数が見えなくなりましたよね。あ、全員ですか。そうです、あ、見えます、皆さんも見えます。今高評価がね320ついてるじゃないですか、つけてもらってる人ありがとうございます。でも低評価の部分数字出ないじゃないですか。あ、木下さんのチャンネルだけじゃないんですか、ね、321に増えた、ありがとうございます、大好してくれてありがとうございますで低評価が数字出ないんですよ、これ何本しても出ないんですよ。ひょっとしたらね、これ TKO 木下みたいに49万低評価ついてるかもしれないですけど、結局見れないんですよ。あの TKO 木下さんのせいでって言ってました。なんかね、結局ね、低評価を49万ついたら、はい、低評価ビジネスができるんですよ。あ、俺低評価いくと日本で一番ついてるみたいな。あ、なるほど。それが自慢になるんですよ。それで動画再生回数とか。そうだからユッキーナもそうでしょ、高評価の10倍ぐらい低評価ついてるらしいんですよ。あ、謝罪動画ですね。そうヤフーコメとかもそれで乗るんですよ。あ、ヤフーコメじゃ、ヤフーニュースも。そうですね、乗りますね。そうそれで低評価ビジネスができるんですよ。なんか悪い動画上げれば上げるほど低評価がすごいつくじゃないですか、はい、普通ってね、みんな見たいと思ってきてるから、それよほどのことない限り低評価押さないじゃないですか、はい、でもあの2人は抜群に低評価率が高いんで、はい、で多分 YouTube 側がそういう策を講じたと思いますね。なるほど、はい、それがもう全員に適用になったんですね。そうです、あと宮迫さんとかもそうですよね。低評価さえついたらヤフーニュース載るんですよ。ヤフーニュース載ったら再生数とか増えるんでね、それでうまいことやってると思いますよ。だから社内動画もひょっとしたら計算づくやったんかもしれませんね。炎上とか再生回数稼ぐために絶対ヤフーニュース載りますからね、元有名人、めっちゃ低評価ついてるで載るんで、YouTube うまいことやったんじゃないですか ね。それで食ってる人間とか、それを狙う人間とかをね、防ぐためにね。でもちゃんと低評価は数字は出ないけどつけてますからね。ボタンは押せない、ボタンは押せます、もちろん。ただ数字出ないんで、もう言えないじゃないですか、俺49万ついたとか、それが自慢みたいになってたんで。 TKO 木下なんかテレビ出るたび言ってましたからね。あ、その話題をしてるんですか。そう、その話しかしないです、今出た時、でなんか自分の娘をも低評価をしてたみたいなオチで言ってましたからね。じゃあもうそれを売りにテレビ出れなくなりました。そう、それを防ぎましたね。ということで、何の話でしたっけ。田中ゴンザレスさんの信者の話で、ありがとうございます。木下文子の話が出てますね。木下文子、確か免許を取り上げられちゃいましたっけ、ニュース出てましたけども。あ、でしたかね、うん、でもあれ、もともと免停で乗ってるから免許を取り上げたところでまた車乗りますよね。もうやっちゃってますもんね、うん、全然気にしないですよね。議員を辞めさせるのはダメですよね。そうですね、そこを辞めて、うん、免許なんかもともと免停案に乗ってるわけですからないようなもん。そう、取り上げようがなしは乗りますよ、あいつは。まあでも心臓強くていいっすね、文子ね。文子は心臓強い。僕とか心臓弱いんで、ああいうの羨ましいですけどね。あれだけバッシングされたらもう立ち直れないですね、うん。いやー、ほんまです多分マジで免許取り消し食らっても乗ると思いますけどね一回ね、ニュースかなんかで、ね、見たんですけども、それこそ10年ぐらい前のかな、田舎の方やと思うんですけども、はい、もう何十年、20年とか30年免許ないまま乗ってるやつ捕まったみたいな話。20年ですか。はい、だから違反せへんかったらね、だから止められへんかったら捕まらんってことですからね。確認されなかったら、しかも超田舎とかやったらね、もう、はい、例えば田舎のおじいちゃんが軽トラ運転しても誰も止めないでしょ。止めないですまあ持ってるんやろうなと思いますから文子もまたやると思いますよ。そうです、ね、はい。
あ、そんなボーナス支給されるんですか。200万ボーナスされるんです。それはフミコやめないですよね。へー、いいですね。だって来月まで耐えたら200万もらえるんですよ。やめないでしょ。絶対やめない。鍵についてもやめないでしょ。免許なくなってもやめない。やめないでしょ。で、免許はもともとあ、ないです。ないわけですから。ないようなもん。免停くなったわけですからね。いや、ハート強えな。いいっすよね。年収2000万いいっすよね。あのホワイトな仕事でね、議員やったら。そうです。ね、裏の仕事じゃないですからね。議員やってますって言ったら年収2000万もらったら、それはいいことですよ。そうですね。僕も即刻やめていただきたいですよね。でもまあ200万のプランがあるんでしょう。ふみこも扱い道のですかね。旅行に行ったり、エステに行ったり、シャネルのカバンを買ったりと、ふみこのね、200万の予定があるんでね。私たちの税金は、はい、そうです、そうです。あの、やめたくないんでしょう。誰か言ったってください、ふみこにやめろと。続いてみんなの小鹿さん、はい、ふみこ様の代わりに私が NHK 党から立候補するとのことです。あ、そうですね。ふみこ様で受かるってことは誰も受かりませんね。確かに。ありがとうございます。ありがとうございます。木下トリオね、うん、今話題の木下トリオ。でも全員心臓強いですよね。あの人らは YouTube とかで叩かれるの分かってるじゃないですか。でもそれをものともせずにね、やるわけですからね、うん、ちょっと見習いたいけど、僕は心臓むしろ弱いんでね、メンタル激弱なんで、ちょっと羨ましいですね。ああいう悪事は見習ったらダメですけどね、メンタルの強さは皆さん見習いたいですよね。確かに、そこだけ欲しいですね、うんうん。ああ、そうですね。ユミユミさんのお国柄かもしれませんね。これ言ったら絶対どうこう言ってくる人間がね、出てくるんですけどね。でもああいうね、一定数いますよね。ハード強い人間ね。すごいな。それはそれで羨ましいですけど、ね。いや、本当に強いね。心臓強いのにね。トリプル木下の動向をちょっと今後見ていきましょう。はい、うん、そうですね。みんな木下だ、うん。なんだかんだまだすぐ問題起こしてくれますからね。いつも乗りますよね。ヤフーニュースに。どれかの木下がね。うん、絶対乗るんでね。ラグ猫田さん、はい、ありがとうございます。ます世の中の木下さん、風評被害。ああ、そう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 。いい木下さんもいます。いい木下さんはね、いい迷惑ですよ、本当にね。でもあれ言われて、何も感じない鋼のメンタルっていうのすごいですね。木下ふみ子とかね、ああいう鋼のメンタル欲しいですけどね。で、そうそうそう、僕、あの鋼のメンタルはすごい羨ましいな。僕とかメンタル弱い方なんで、ね、木下ふみ子とか、誰強いですよね。ユッキーナとかね。大体の人、誰でもアンチとかね、戦えたりとかしますけど、みんな嫌だと思うんですけど、いや、僕全然ね、あの強くないですよ。だからあんま、そのエゴサとかしないようにしてますね。好きな人もいれば嫌い人も誰もいるんでね。そうそう、僕もあの、宇佐美さんと一緒にトークメンタルですよ。僕人生で40過ぎてるんですけども、女性に一回も告白とかしたことないんですよね。それは本当に豆腐メンタルだからですね。そうそう、あ、木下ゆきなの信者もそうですよね。いまだにインスタのフォロワー50万人ぐらいって書いてましたもんね、まあ、500万から50万に減ったと言ってももうそんぐらいねファンがいるから、まあ、悪役に徹した方がいいと思いますよね。何言ってもそのファンは信じてついてくるでしょうからね。それでいいと思いますけどね。いや、信者結構いるみたいですよ、木下ゆきなさんは。そうそうそう、あんなのにファンが、一般の方だとそう思いますよね。木下ふみ子も今日ちょっと来てたんで話さないとダメですね。木下ふみ子、僕は感想枠でやったと思うんですけど、なかなか心臓がね、鉄の心臓ですよね。やめませんって言ってましたからね。お金、給料がずっと欲しいんでしょうね。ここ乗り切ったらみんな忘れてくれると思ってるんじゃないですかね。あれでやめない神経はなかなかいかついですけどね。もうやめたらお金がなくなるんでね。あ、そうそう、ボーナスとかもらいたいでしょうからね。なかなか面の皮厚いと思いますけどね。年収2000万とか書いてますけどね、なかなか他の仕事ついてね、年にね、2000万円ももらえることってないですからね。まあ言ったら議員さんなんでホワイトなね、仕事ですからね、絶対辞めないんでしょうね。うん、山中さんの言う通りですね、もういっそのこと辞めてね、木下ゆきなとね、TKO 木下とね、トリオでも組んでね、M1 でも挑戦したらいいんじゃないですかね。うん、木下で、森下とかね、あ、そんなコンビ名でね、トリオで活動したらいいと思いますけどね。もう辞めた方がいいと思いますけどね、マジでね。なんかあの人らって、木下ゆきなとかもね、泣き真似して、あんなやるぐらいやったらもうヒールで行った方がいいと思いますけどね。ヒールキャラで一定層は泣こうが何しようが、インスタもまたやり始めて50万人ぐらいねフォロワーができたと思うんで、昔の人気で何やろうが絶対ついてくるファンっていると思うんで、あんなもん泣き真似してやるぐらいだったらヒールキャラでね、プロレスと一緒なんでヒールでいいと思いますけどね。あんなもん誰も信用しないんで、 TKO 木下もうあそこから好感度回復するの無理なんでね、みんなバカじゃないんでね。はい、そうそうそう、プロレスラーのねパフォーマンスでいいんですよ。もう悪役でいいと思いますけどね。まあ多分その方が仕事とかね来ると思いますけどね。
木下ゆきなも TKO 木下とかももう本性がバレてるんで、木下ふみ子もうバレてますよね。あんだけ暴走族以上に免停とかなってますからね、もう無理でしょ今更。辞めさせる方法とかがなかったらおかしいですけどね、クビにすべきですけどね。なんか失言とかだったらともかく、実際にね事故とか起こしたり免停とかなってるわけですからね、ああいうのは辞めさせられる方法にね。もうあの年でそんなに免停なるやついないでしょ、しかも女の人で議員で。たまにねみんなスピード違反とかね駐車違反とか捕まる人がいるかもしれませんけども、そう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 、クビにすべきですね。一般社会だったら普通に懲戒免職ですよね。よくあれで辞めないで通りますよね。ミスとかじゃないんでね、当て逃げしてますよね。無免許で当て逃げですよね確か。むちゃくちゃですよね。だから辞めさせるべきだと思いますけど、強制的にでもね。あのずぶとい神経がすごいですけどね。フジモンはかわいそうじゃないですかね。あの奥さんもらったのしょうがないですけどね。本当にちょっとねフジモンはかわいそうだと思いますね。すぐ彼氏とかねできてましたしね。ああいう人はね永遠男が途切れないですからね。次の項目です。項目3、木下富美子東京都議会議員はどんな人かです。木下富美子さんは日本の政治家です。でこの人が問題になったのは2021年東京都議選期間中の7月2日午前7時半頃に板橋区の交差点で車をバックさせて衝突事故を起こしていたこと、免許停止期間中の無免許状態であったことが投票翌日の7月5日に報道されました。この事故により車を運転していた50代の男性と同乗者の妻が軽傷を負いました。男性は TBS の取材に事故の詳細を証言。交差点内で右折の表示が出ても木下が進まなかったため、男性がクラクションを鳴らすと木下は勢いをつけてバックしてぶつけた。青信号になった途端、木下はスピードを出し直進。男性もまっすぐ追いかけ、200メートル先で木下の車を止めた。と言います。警視庁は当て逃げの可能性も調べています。木下はメディアの取材に大きな事故では全くない。2月頃に免許停止になったが、事故当日は停止期間が終わったと勘違いしていた。選挙活動中で選挙対策本部には話したが、他には説明できていなかった。などのコメントを出しました。これに対し新聞では、免停期間中は免許証が取り上げられている状態のため、期間を勘違いしたという話はにわかに信じがたい。と指摘されました。嘘が下手ですね。次の項目です。項目4、木下富美子東京都議会議員を感想枠で見るです。まあもう顔を見なくても全項目で人間像はある程度わかりますが、一応リクエスト来てるんでワイプに移動します。パッと見ての印象は品位がと感じますね。ファーストインプレッションは顔の形は四角い形、女性での寛骨、頬骨の張りと顎は少しマイナス面です。男勝りの仕事をするがマウントを取るタイプで、顔の色と形を足して判断すると闘争心や勢力は高いとされています。活発なのは政治家向きというか、そういう性格じゃないと議員にまずなろうと思わないですもんね。期待は広いので悪くはないです。むしろ政治家向きですが、党派新政では女性のこの場合は性欲が強いと言われる部分です。そして生え際は丸い形です。これはミスの多い人間、しかしまた出てくるのがこの部分も性欲が強めと言われております。事故のことを突っ込みたいのに性欲ばかり出てきます。眉は女性なので書いているので読みにくいですが、元の眉を想像してもそこまでは悪くないんですが、電卓は狭いのが良くないですね。家庭運や収入不安定と見られる部分でしょう。目の形自体は写真で見る限りそこまで悪くないんですが、これ生まれたまんまの目かな。どういうことかは皆さんの判断にお任せします。文豪や小説家に多いけれども快楽に流されてしまうともされています。白目の色は良くないので不健康なのではないでしょうか。鼻は男性ならばいいんですが、女性なのでこちらもやはりマウント思考で、男に負けてたまるかとの思想ありで、人中は薄く、いい加減さやだらしなさ、口元は歪みがよくわかる、いわゆる競争、喋ることは当てにならないとリーディングしてもいいでしょう。この方を顔のみで見るならば男勝りマウント思考、そこら辺は政治家向きですが、いい加減さも目立ちますし、話すことも適当。一番目立ったのは勢力の強さと快楽への傾倒なんですが、当たってないかもしれませんね。ただ面相から見るとそこは大きく見れるんです。この方も顔だけではなく見れる部分があります。この事故だけではなく、ネットに木下は2018年から2021年にかけて5回免許停止処分を受けていた。違反の内訳は速度違反2回、携帯電話使用2回、信号無視1回、一時停止無視1回と書かれていました。議員であるのにここまでの交通違反している人間はまともであるわけがありません。例えば免許を持っていながら事故をする、これは人間なんで誰だってミスや事故はあります。しかし免許を持っていないのを分かっていながら車の運転をする、しかも議員が、このように頭で理解しながらもルールを守れない人間、そこで全てが算段できるでしょう。それでは最後の人物です。項目5、
元女性モデル、タレント K です。こちらの方はもう芸能界を引退されて一般人らしいんですが、未だによくヤフーニュースなどに出てきますし、僕がインスタグラムをやり始めた時から毎週のように一人はこの方について質問されます。もともとお笑い芸人の方と結婚されていて、最近でもまたスポーツ選手との熱愛のニュースが出ていました。人気があって SNS などのフォロー数は多かったんですが、とある飲食店とのトラブルで人気が下降しましたが、この方をわざわざ感想枠で見る必要がありますかね。これこそ短い文章で表現可能です。わざわざ言わなくてもというやつです。飲食店とのトラブルどころか、僕もそうですが、まともな人読みができる方なら全員が全員デビューした時から、え、なんでこいつがという懸念があったと思いますが、面相も悪く、態度も悪く、頭も悪い、名字も実は、まあそこは触れずにおきましょう。本当に申し訳ないんですが、褒める部分が一切ありません。ごめんなさい。完全にタレント有名人になったことで、自分は偉い、他の人間とはランクが違うんだと勘違いしている大人ですので、最も痛い部類に入りますし、僕は大嫌い、かつこういった人間と関わること自体が悪縁ですので、近づきすらしません。そこそこの年齢になってきているので、今一度自分を見つめ直すべきだと考えますが、それでもこういう女性に寄っていく男性がいるんですよね。まあ類は友を呼ぶのか、人の判断ができない人なのか、それゆえいつも彼女に対してインスタグラムで質問くださる方、これが僕の答えですので、分かってもらえましたでしょうか。この方に関してはパーフェクト 100% 戦乱が合っているはずです。これを鑑定できないのであれば、感想誌どころか人間やめます。明日から人間サイズのおすくわ型として生きていきます。